ちは市村まさきです。この間買ったエピフォンのレスポールスペシャル、これのねシリアル番号をこう入力するとどこで作られたかいつ頃作られたかってのが出てくるってページがあったんで、一応シリアルで見てみたら、まあメイドインチャイナは分かっていますと。でこれは2010年の4月に作られたギターだってことが出てきました。本当ならばね、それが本当に正しいなら。ほんで、ナットを買いましたと。ナットはサウンドハウスさんが、この間の台風でがえらいことになる直前に注文したので、台風の前の日にナットが送られてきました。それはタスクっていう材質っていうのかな。まあ、エピフォンで使えますよ。で、このギターは2010年ものだから、2014年製以前に使えますよっていう、そういうタイプ別なことが調べられるんですね。で、その2014年以前のナットですよっていうのを980円の税込みで1058円か。で、注文しまして送られてきたけども、なんかちょっとサイズが違ったぞと。まあ、ちょっと削ればなんとかなったんで貼り付けました。ので、今度は、弦を貼ります。ちなみに、こいつがだんだんちょっとずつ固まってきてますけど、まだちょっとパチンとは、やりたくないなっていう気分で。で、こいつね、ここを貼ったやつ。貼った直後のところは、ちょっと黄色が濃いんだけど、乾いてくるとだんだんこのボディ色に似てくる。近寄ってくる。とりあえず、ここ何も削ってません。溝は。この状態で弦を貼ってみます。そっからです。いつものロトイエロー10ってやつを貼りました。で、なんとなく、大体でいいんでチューニングします。バッチリじゃないですけどね。まあ生音だから今ペロンペロンの音がしますけど、ちょっと弦高が低いです。やっぱり今とりあえずこいつ一番下にしたんだけど弦高低いです。それはハイポジションに行けば行くほど低いと思うので、弦高低いのが好きっていう人もいますけども、僕は弦高低すぎるのはあんまり好きじゃない。弦高ある程度高くないと弾きにくいので、こいつを上げます。これどれぐらい低くすればあれ上がるかな？指じゃ無理か？あ、指では回らんか。ちえ。こういう時にあれだね。ロックペグだとやりやすいよね。こういちいち回すのめんどくさいね。自動電気チューニングは使いません。僕はあれは、固定してレギュラーチューニングしかしないっていうふうにしてるんで。これってひょっとしてここをマイナスドライバーで回せば上がってくるのかな？あ、こうすりゃいいのか。なんだなんだ。レスポール詳しくないんで。そうかそうか。でもちょっとは弦緩めた方がいいよね。きっとね、きっとね。まだ低い。まだ低い。もっと上げたろう。さあ、チューニングしたまんま上げていいんでしょうか？どうなんでしょうか？本当は緩めた方がいいとは思いますが。
上げるときは時計の逆回しって一回口にするとね、脳みそで思ってるだけじゃダメで、口にすると思い出せるっていうね。さっきより鳴りが良くなってきたね。もうちょっと上げたろう。良い子の皆さんはちゃんと弦を緩めてからやってください。なんかミリ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 揺れてるのはなんだ？この音。この辺が揺れてんのか、弦が揺れてんのか。弦切っちゃえ。で、一応弦切ったらこの先っぽはくぬっとこう回転させておいてください。くぬっと、このくぬをやり忘れるとこの間のビニールみたいに穴が開いちゃうんですよなの音はこれ買った時からそうなんだけど、こいつがね、ネジがね一個足りないんだよ。こっちもネジが一個足りないんだよ。まあ、4100円だからしょうがないですけどね、これぐらいはね。こういうとこ、一個ネジしてないだけで音ってすごくね、ビリビリってしたりするんで、どっかでその辺で拾ってちょっとネジ探してこなか。しかしこれネジ穴バカになっとるぞ。なっとるぞ、これは。完全に。完全にネジ穴バカになっとる。やっぱ時々ビシビシってなんか音がするな。なんだろう。ピックガードのネジをちゃんと締めてみよう。とピックガードのね、このネジも本当大切なんですよ。時々こうやってちょっと強くしてあげないと。するな。違う。金額のせいかな。まあ生でそのミシミシって音がしたからといって、アンプ通してそのミシミシが鳴るかどうかってのはまた別物なんだけど、こうやって生で弾いててやっぱりいい感じになっていたいなっていう精神的な何かはあるじゃないですか。まあ、この辺が本当はね、本当は多少ね、やっぱり10万円超えるギターと5万円以下のギターの違いではあるんですけどね。例えばギブソンのレスポールスペシャルっていうのが6万円で売ってたとして、僕は買うかって言ったら、僕はこっちを4100円で買う人間ですから。
で今はこのちょっとした響きがちょっと気になるっちゃ気になるんだけども、もうちょっと弦高低くてもいいな、戻してもいいな。ってことは時計回り、これぐらいか。こっちはいいや。まあこれぐらいでいい。ちょっとをもうちょっと戻すか。うん、心なしかビンビンがなくなってきた。ピックガードと触ってるか？触ってはいないか。ピン触ってはいない。ものすごい今力でピッキングしてるからね。何の音これ。うん。高さ的には、まあ、どうなんだろう。あと 0.1 ミリぐらい掘った方がいいのかな、この溝は。あんまり掘りすぎて、こう、1フレットに弦が触るようになったらもう何もかもおしまいですから、おしまいっていうか、すべてやり直しになりますからね、この納豆製作をね。一応説明だけしておくと、この1フレットの高さを、まあ、測れる方法がある人は測ったらいいんだけども、例えばこの1フレットが1ミリだとするじゃないですか。1ミリ。そしたら、この溝の高さは、地面からね、地面っていうか指板からね、高さは 1.5 ミリにするんですよ。0.5 ミリだけ、高くするわけですよ。こっち側の方を。1フレットよりも。でも、0.5 ミリを掘るって、どういうことって思うじゃないですか。ね。顕微鏡の世界かっていう。すごく撮影はしにくいんですけども、一応このねナットの高さを調べるには2フレットと3フレットの間をこうやって押さえて、ほいで今ここの隙間を見ろっていうことなんですね。映せませんね。で限りなくゼロに近いけど触ってちゃダメっていう高さがいいんだって。どういうって話ですけども、一応カメラ近づけてみます。でこうちょっとこう押せますよね、今ね。押せるってことはまだちょっとだけここは空いてるってことですね。あんまりギュッと押せるとまたここがペキって割れますからね。ちょっと押せる、ちょっとだけ削れるってことですね。で一応6弦と向こう側も同じ感じです。ということでタスクというナットを貼ってみました。今んとこ上っ側削ってません。でもなるっちゃなりますよね。とりあえずなんか書いてあるんですよ。なんかしたらなんかしろって書いてあるんですよ。ね。で、あとなんか試し弾きを何分もしろって、それからじゃないと分からへんぞみたいなことも書いてあるんですよ。うん。なんかのグリースみたいなのを塗ったりするってことはありだろうなと。とりあえず、まあ、これでちょっとだけこうやって弾いてみて。まだな、指が馴染んでない。長年フェンダー系のギターを推進していたので、まだこいつが。馴染んでやるもんかになってますね。そうか、オクターブチューニングもやんなきゃ。偶然割と合ってるけどね。語源が違うね。
う。やれるだけのことはやってみようということで、ネジ穴がアホになってたやつのネジを外してアホになってない方に入れ替えました。でもまあ2つまだネジ足りないんで、もうちょっと分厚いネジ持ってきて埋めるか、爪楊枝埋めてからもう一回穴を掘り直すかして、で、ビッグガードのこのビニールを剥がします。こいつがみちみち言ってるって可能性もゼロではないんで、このね、こういう音がね。よっ、剥がしました。こいつのせいだったかもしれないよ。治りました。よし、アンプだと思いましたが、今開放弦、一弦開放弦、これやっぱりちょっと削らないとダメだ。ほら、一弦、フレット押さえると大丈夫だけど、開放弦。ね。今んとこは一弦だけだけど、こういう音がするってことは、この溝がおかしいってことですね。まずネックにね、このようなプラスチックはめ込んで、うまいこと、カバーして、で、こいつで掘っていきまして、掘った後に斜めに削りました。で、こういうシリコンオイルってやつも一応塗ってみました。これで一応できたっぽいんですけども、今回はですね、かなりこいつを斜めに、丸みを帯びてるけどかなり斜めに削りました。で、実際にはこんな風に弦は飛び出てないですけど、普通のレスポール系のギターってここの距離が結構長くて、で、若干こう斜めにこうやって丸みを帯びて、こうこっからここまでの接点が一応本当は長いんですね。でもこれだとこううまいことをこうね、このナットの溝を削らないと、頂点っていうのがこの辺に頂点が来ちゃうとオクターブチューニングが合わないんですよ。あくまでもこっち側がブリッジだとして、この辺に頂点が来ないことにはオクターブピッチが合わないんで、っていうのと、まあ面積をたくさん取るってことは、なんかこうナットからも振動がいって弦の響きをボディ側に落とすみたいな、ネックを通してみたいなことを好きだって考える人もいるし、僕みたいにそんなことは別にって思ってる人は、これぐらい斜めにしちゃって、あくまでもここを頂点にしたいと、オクターブピッチを合わせたいんだということと、面積的にここにたくさんの弦が乗ってようが乗ってなかろうが、僕はそんなことはあんまり気にしません。これも好みですから、好みの問題ね。僕は絶対にピッチがいい方を選ぶ。言ってみればね、ここで面積多ければ多いほど溝に弦がね、こう、まあ、ぴったし来たとして、ぴったし来てこう弦が入るわけですよね。で、ここの丸く削ってるってよりも割とこう削ってるわけですよ。技術の上手い人はまん丸に削れるんかもしれんけど、僕ごときではこう直角にしか削れないんで、そうすると接点はこことこことここの3つなんだけど、左右っていうのはまあまあね、ちゃんとやったつもりでもなかなか微妙で、弦のねゲージ変えたりしてもまた微妙に変わってくるわけじゃないですか。こういうふうに弦と溝が距離があればあるほど、弦を弾いた時にみっちみちにね、こうやってみっちみちにバッチリ触ってればいいけど、ちょっとでもずれてるんだったら、この中でこう左右にブレるわけですよね、ビロビロって言って。で、あくまでも頂点がこっち側だとしたら、ここに頂点は欲しいわけですよ。
だけども頂点がここじゃなくこの辺全体に分散しちゃうわけの可能性が出てくるわけ。それはやっぱりものすごくいっぱい修行をした職人さんしかこの方法ではうまくいかないと思うんですよ。だったら僕みたいなプロのリペアマンでない人間は頂点を一箇所にしといた方がまだチューニングやなんかいろんなことが大丈夫だろうなという考えです。さてもう一つ、こいつ乾いてきました。で乾いてきたらちょっと触ったらポロッと取れました。そりゃそうですよね、くっつけてはいないからね。でだんだん固まってきたんで今度何するかっつうと、こうスイッチをねカチャンカチャンって上下に倒すでしょ。倒した時に端っこが当たらないようにここを少し削ります。こう言ってる意味わかりますよね。で僕は接着剤を全部こうやって1本の木に貼って乾いた場合にどんな風になるのかっていうのを全部こう作って試してあるんですね。でこう触ってさ、カッチカチになるやつ、この今カッチカチになるやつがこいつね。あ、ああよかった、あった、怖い怖い、ここに置いとこう。でこれは樹脂粘土って言って、女の子がデコパージュっていうなんかデコレーションなんとかみたいなことをやるときに使うやつですと。でそれの今度は、デコパージュトップコート、これか、こいつ透明でカッチカチになるやつ、こいつがこれです。これを塗ります。まあ、ニスみたいな、まあまあまあいろんなこうね塗装の最後の仕上げみたいな部分にも似てるだろうけども、もうちょっと安易にやりたい、ざっくりギター工房ですから、こいつにこれを塗ります。でうまいこと言ったらここもちょっとヤスリをかけてこいつ塗ればいいでしょ。まあ、これじゃなくてもいいんだけどね本当はね。